お世話になります。一人でございます。また不思議な贈り物が開始しましたので情報を共有させていただきたいと思います。今回は期間が少し特殊で6月12日金曜日9時からなんと1週間後ではなくて6月17日の8時59分までとなっております。つまり鎧のことの配信日の朝までというね、今までとちょっと変わった期間になっておりますのでご注意くださいませ。実はこれ公式サイトも今までは表記されていなかったんですが新たに表記されていたんですよね。不思議な贈るもので受け取れるのは特別なポケモンと道具でございます。じゃあ早速受け取っていきましょう。受け取り方はもちろんですね、不思議な贈り物を受け取るをやっていきますと、これでインターネットで受け取るですね。はい、これで、はい、ビューンと探しています。マーク出まして、はい、そしたら隠れ特性のニャースが出てきました。受け取っていきましょう。はい、キランと光ってからストーンと落として中身が割れてないか心配ですけど、はい、登場しましたと。ニャースを受け取りましたとなりましたので、ちゃんと受け取れますね。です。はい、であと道具セットプレゼントとなっておりますのでこちらも受け取っていきましょう。はい、こちらもビューンと光ってバーンとなって、これ中身ね壊れてないか心配なんですが、心配しなくても多分大丈夫だと思っております。はい、来ました、道具セットプレゼント。でかい金の玉50個と KK 飴 L100 個を受け取れましたね。この数が尋常じゃないっすね、マジですごいっすね本当に。はい、ということで見ていきましょう。個体値はこんな感じですね。まあまあが2つに、すごくいいが1つ、かなりいいが3つみたいな感じでございます。よくないですね端的に言えば。はい、じゃあこれで中身見ていきましょう。ウェイヤーっていう感じで鳴き声がありまして、結構可愛いですよね。意外と全然あのニャースと全く違う鳴き声なんですね。でレベル15でございまして、それでプレシャスボールですね。これが結構重要だと思います。これは普通には手に入らない個体という証拠でもありますので、プレミアな個体欲しい方は絶対にゲットしといた方がいいと思いますよ。次のレベルまであと721とありますが、そこの手前に0ついたらなかなかいかつそうな感じですね。それも意識してんのかもしれないですね。はい、でそれで、緊張感でございまして、これは夢特性とのことですね。ただこれ夢属性これ強いんかと思ったりもしますけどね。まあそれはいいでしょう、そこは突っ込まないでおきましょう。でそれで猫魂鳴き声爪とぎ猫2個番ということで、相手がゴーストタイプだったらもう終わりですね。ただ猫2個番という懐かしい技もあって、猫魂というねなかなか強力な技もあるんでいいんじゃないかなと思います。はい、で意地っ張りな性格でございまして、オンラインプレゼントで運命的な出会いをしたというね貴重な印ございますので、ゲットしておきましょう。なかなかいいんじゃないでしょうか。でそれで、いつも通りクラシックリボンですね。ポケモンが大好きなことを証明する記念リボンがついておりますので、改めてねプレミアな個体ということを強調していますね。でつけてた時の名前がポケモン好きのニャースということで、こういう名前もついておりますので、なかなかグッドじゃないかなと思っております。ということで6月12日から6月17日までというね5日間ですので、そこはご注意していただき、ただその間は別に普通に何のリスクもなくもらえますので確実にゲットしておきましょう。なお鎧のことへの冒険の準備を整えようというねことがね公式サイトにもちゃんと書いておりますので、もしかしたら今までね配布されたバリアートとかポニータとかサニーゴとかこのニャースとか、あとそのでかい金の玉とかそういったものも使うことになるかもしれないので、あんま別にいらねえなっていう方でも一応受け取った方が何かと役に立つのかもしれません。まあ確率低そうですけどね。これ今気づいたんですけど、おそらく鎧のことの鎧を意識してこの鎧をまとってそうなニャースを多分最後に持ってきたんじゃないかなと私は思いましたね。ただゲームフリークに一言言いたいのは、それちょっと寒いぞ冠説言だけにね。